こんにちは、やさです。みんなが一番ワクワクする時ってどんな時ですか？やさは新しいギアを手に入れた時です。そんな沼にはまった沼女は今日この子たちと一緒にキャンプに行きます。ありがとう。ラーメン、生ビール、なんやって？でも食材いらないじゃん。いいの。到着しました。めっちゃ暑い。夏日、めっちゃ夏日です。何を閉じ狂ったんかわかんないんだけど、下作れ極端来てます。外気温との相互関係できてない。読み込み中です。では早速設営したいと思います。今日のマークはこちら。どれか、キャプテンスタック。やさテント、大きさがこのくらいです。ソロデュオにぴったりなサイズ感で、跳ね上げ部分キャノピーになるのがすごい広くてめっちゃいいです。本来中がインナーつきます。このぐらいの広さだったら外寝の極み L 入りそうですね。渋くまとめてみました。じゃん、ブラックベース、 TNB ワークスさんと地球儀さんの共同開発。こちら S です。重さめっちゃ軽いです。 300g、 0.3kg で、先ほど叩きつけましたが傷一つなしです。今日はこの子ブラックベースちゃんを使って巻き割りしたいと思います。絶対割れないって諦めてたものも割れます。気持ちいいね。爽快。もっと割ったろ。いやー、ありがたい。本当に軽いし、嘘でしょレベル。もう一つ本来の使い道があるんですよ。この穴、ポールを刺す穴になります。雪中キャンプやぬかるんだ場所でのポール、だいたい沈みますよね。いけた。ちょっとこの高さ変わっちゃって上立てれるようになるのかなって一人心配してたんですが、いけました。ぴったり。雨が降って地面ぬかるんだりとか、ここねずれる心配がほぼほぼないです。ちょっと待って、ほらやばい、全然ずれなくない？いきなり映えテント。やさが本日使用したのはブラックベースの S です。だいたい女性手のひら1枚分ぐらいの長さですかね。概要欄からチェックしてみてください。ブラックベースでした。超おすすめです。せっかくだから割った薪を並べる。あ、久々の川崎。お疲れ君でした。乾杯。ああ。はあ。しみる。あてを作ろうと思います。山形風玉こんにゃく、
玉こんにゃくってね、あの吊り橋の里での動画があるのですが、そこに玉こんにゃくが売ってたって言って聞いてから、私どうしても玉こんにゃく食べたくなって、もう口が完全に玉こんにゃくになりました。そういうのないですか？焼きそばを見ると、あ、焼きそば食べたいとかなるし、思わず買っちゃいました。作り方、こんにゃくを軽く水洗いし、ちょっと待って、水洗いとかいっちゃ無理なやつ。自給機さんのシェラカップゲット。水洗いとか一番、くそ、あ、もう絶対うまいじゃんこれ。歌いたい、歌っていい、これ絶対うまいやつ、これ絶対うまいやつ、いただきます。うん、うん、うん、うまっ、うん、おいしい、やわへ、食べちゃった。だいぶ涼しくなってきた。焚き火しようかな。お、え、ランタンやばい、ここ。あ、困った、どうしようかな。ちょっとみんな、みんな移動やばいかな、ひもランタンさんが。が入っちゃうのはフライパンの中、大丈夫ですか？うわ、これちょっと嘘でしょ？ちょっと嘘なの？あー、お疲れ様でした。いや、絶対もう私悪くない、我が悪い。めんつゆにお水と、うまい、これ絶対うまいやつ。え？
右ドッグデッグですね。そんな酔ってないよ。そんな酔ってないです。それと、あれ何しようと思ったっけ？誰か、誰か、私の記憶返して。誰？あら。あ！ショック。オーマイガー。うん。うん。うん。しょうがあってもいいな。これしょうがないな。テントじゃない、車に戻ってきました。車に入りました。湯たんぽ OK。 うなくなってる。よし、一応ね、寒かったらあれなんで、ちょっと冷えるけど全然、もうストーブなしで焚き火を楽しめです。湯たんぽあればバッチリかなっていう。でも未だにやっぱりどんだけ暖かくなっても、この寝袋の中のインナーシラフだけは見れない。いやさ、キャプテンスタッフさん結構使ってること多くて、気づいたらキャプテンスタッフさんばっかりなんですよね。かゆいとこに手が届きますよね、キャプテンスタッフさん。なんか安心、これ買っとけばキャプテンスタッフさんやって大丈夫みたいな、ちょっと安心感もあるから、ついつい買っちゃいます。よいしょ、地べたで寝ないよ、そっちで寝るよ。よいしょ、 OK、 寝る準備バッチリ OK です。ちょっと冷える、ほんで寝る準備バッチリ OK。 はあ、そろそろ寝ます。明日起きれるかな。おやすみなさい、また明日。じゃあね、おはようございます。眠い。次のキャンプの準備最高。今日ね、雨予報だったんですけど、今のところ晴れてますね。めっちゃありがたい、いい朝、気持ちいい。さ、なんか寝起きはサポって思ったけど、寝袋にポンって出た時、全然今はあったかい、お日様出てるからかな、ちょっとだけあったかいです。よし、あー、早く帰らなかな。
腹減った。朝ごはん食べよう。よいしょ。でもその前に、よいしょ。コーヒー。おはよう。日本。なんかさっきとは打って変わって、ちょっと風がすごい、なんていうの、雨の前の風っぽくなってきました。ちょっとこれ急いだ方がいいかな。降りそう。うん、雰囲気降りそうですね。とりあえず、おはようございます。あっつ。もうちょっとだけ片付けします。はぁ、でも、いい朝。鳥の鳴き声も最高ですね。パン、焼きます。雨予報やったから、めっちゃ簡単朝ごはんにしたのに、めっちゃ晴れてるし。晴れ。よし。焼きまーす。ちょっと待って。え？もう段取り。よいしょ。なんかあんま美味しくなさそうな気してきた。ちょっと待って、パン潰れた、美味しないんじゃん。よし、ちょっと焼きます。焼けたかな。オープンします。オープン。わー、あ、うっすらマークついてる。スモアマークチーズについた。美味しそう。カリカリや。あ、すげえ。めっちゃ美味しそう。てい、あ、熱っ。ちょ、バカ。よいしょ。てい、あ、もうマジでパンに謝れみたいなぺちゃんこになってる。うん、うまっ。大成功。うまさの断面図。マヨ、マーイ。ではこれを食べて帰ります。撤収完了。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では今回巻き割りで使用したこちら、越後三条山人さんの両刃竹割りナタです。内容としてはナタ本体とカバーついてるんですよ。めちゃくちゃかっこいいの。マジでやばい。じゃん、かっこいい。 CV 武骨、ザ武骨のナタです。こんな感じで輝いてますね。で、社長にお伺いしたところ、まず最初にお手入れすることはないということで、扱っていってね、お手入れをする必要はあるんですが、錆止め油もついてます。ありがたい。で、よいしょ、パラコード。公式ページではパラコードを選べました。皆さんは緑。これガンガンバトニングしても余裕だね。もうここまで同じ太い刃が入ってるんで、バトニングをしてここで折れる、中折れする心配もありません。という山人さんの両刃ナタです。めちゃくちゃ切れ味に渋いです。今日の動画の概要欄に載せておきます。ぜひチェックしてみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。バイバイ。